お疲れちゃんスラップです。今日はですね、こちらのキョスケクローンをやっていきます。はい、ということで久々にね、まあ、クローンをやっていこうかなということで、まあ、現環境クローンが強いかどうかなんてはそんなわかんないんですけども、まあ特別強いかって言われると多分そうではないけど、まあ、前ほどね矢の雨がいるわけでもないし、全くいけないことはないんじゃねっていう、はい、まあ、あと今ねゴブ小屋が強いです。はい、で俺の中でも来てますとか言ったら相手も、はい、やり込みめっちゃ出てくる、うん、で壊れた瞬間にも出てくるし、置いてすぐ受けれるから、まあ小屋がいいね。でゴブ小屋がいい。オーブンはやっぱ思ったほどな感じな扱いをされてますね。まあうん、惜しいって感じですね。悪くはないんですけど、使うならゴブ小屋の方がいいよねと。大きくそっち行く。さあそういったところで、まあとりあえずゴブ小屋ちょっと強いんでね、たくさん置いていきます。でゴブ小屋にポイズンとかね、ファイブとかそういうのウッドとか使わせると、まあクローンだったりスケドラ、あとは、なんだこれ、スケバレ、はい、もうその辺も生きてくるよと言ったねクローンデッキですね。よいしょ。まあ一旦小屋置くよね小屋置いてから考えるよね。あ、みっちいその矢の雨。よいしょ。あ、今回相手スケフリです。これさっき負けたんですよね矢の雨タルババのスケラフリーズで、まあウッド系がないのでスケラ打ってられるだけ、あとフリーズされるだけ苦しいよと、あとアウトローのガールもどうにもできないよと言ったところで、ちょっと苦しかったんですけど、頑張ろう。あとマイティもね、このデッキちょっと嫌です。はい、まあ、リセットないんで。できるだけ溶かしてほしい。でゴブ小屋はなんかスケラ受け用にね、後ろに置いてもいいかなとは思うんですけど、ちょっと悩みます、ね、一旦前でいくか。まあ、マジこのダメージで勝つしかないんでね。矢の雨タルババフリーズマシマシだ。あーさあ矢の雨もねゴブ小屋にちょっと強いよね。ちょっと下げながら、暇だし、マジで暇クローンしてる。いやこんなクローンするから負けるんですよって言ってあげたいんですけど、ちょっと残ってるっておムート、いやー届きそうで届かない。はい、まあ小屋とクローン組み合わさるっていう、まあ地獄みたいなデッキですよね本当に。まあ相手も同じですからね、小屋とマスケラ。さあ、まあこれダメージ通らないんで、一生こんなことして相手にコストも使わして、理想なのかな。うわすごいすごい試合してる。ちょっと勝ってそうな気もしないことはない。一旦ちょっと逆に飛ばしてみる。いや、いて。マジでタイブレイクで最後にフリーズ打たれるんですよ、絶対。さあ、これです。これはもうこうやって耐えるしかなくて、これで耐えれないんで、無理です。俺はやっぱ左を狙ってるんで、本命はね。よし、はみ出てる。このはみですげえでけえ。よしよしよし。でスケラはスケドラかムートで受けつつこのはみ出して勝ちたい。あと相手の竹取ったらダメっすね、マイティとか。相手がゆっくり来てくれるのはすごい幸せだ話ですけど。右に飛んでくるのか。さ
さ来る。あ、これでも取ったらダメっす。いや冷静にミートル抑えて、よし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 、これ勝てた。熱っ。まだ勝ってないけど落下。オッケー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 。さあいやもう小屋ね、相手も小屋とか持ってなかったらね、この五分小屋となんかちまちまするだけでね勝てそうな気はするんですけど、まあ小屋通んなくてもクローンがあるんでね、逆にクローンに使わせて小屋を残すとかもありな気はするね。そのやつ五分小屋自体がねちょっと来てる。はい、でまあ前って嫌なんですけど、まあ、さっきみたいにトルネでなんか無理やり剥がして頑張るみたいなのは意外といい気がする。で足前これスケバレ強いんですけど、弱点がキング起動なんですよ、トルネでなんですけど、まあ、トルネされた瞬間とかね、されそうだなと思ったらもうクローン打てばいいんで、そしたらねあのキング起動できなくて事故って大ダメージ入ります。はい、なのでそれでダメージ稼いでもう逃げ切るプランとかもありっすよね。さあ今回の相手はインドでタルでボーリー、あーバルーンフリーズの可能性もちょっとあるっすね。まあスケラもあるけどどっちでしょうかっていう、バルーンでした、まあ、これさすがにフリーズないと思うんで、あーこれ今ランバーもこのトルネでねこう抜けるようなトルネにしてるよかったっすね。なんか気持ちクローンしたけど絶対いらない気がする。綺麗に守られます。はい、まあバルーンフリか、バルーンは通んないですね。まだ問題は俺のダメージがこうトルネタルババあとはボーラーとかベビドラ範囲なんで通るかっていう問題ですよね。さあそこだけオシャンティーなクローンで頑張ろう。さあ小屋強いけどフリーズなんでボーラーが嫌だなと思いながら、スケドラちょっとバルーンに強いっすよね。あれここで逆サイランバーバルーンとか来るのか。あ、ミスってる。これクローンしても嘘だったけど、まあまあまあ早速フリーズ来てから立て直せばいい。はい、相手のオットにちょっとねムカッときます、ね、対応されてビビってんちゃうん。ちょっと待って、お互い沼ってんなプレイが。やべで、いやこの小屋にダメージ受けさせちゃあかんっすよ。だいぶ沼試合してる気がするけど、これキングギドできる。おいしくね、神からの恵み。パッキーンっつって、ね、さあ恵みが来る。いやこのキングギドほんま幸せだ。なんか余裕ぶっこいてる、低めに置いちゃう。トルネでだってゴブグアの方に持っていけると思うんですよね。マジそんな感じ。こっちですよね。あ、ボーラが向きやがった。さあ見てないところのやっぱこっそりがいいっすよね。こっそりクローン今みたいなのね狙っていきつつ、なんならこの巨突きまでも、あーランバー優秀すぎるな。でしょうね。相手絶対苦しい。でこれ今陸しかないんで、まあ陸来て4に右警戒しながらの左もなんか来るね、もうすぐ来るね。まあこれは強いしな、こういう部分でも。めっちゃ強い。
40秒俺守りたいっすね、冷静に。さあ相手が、あこれやばい、小屋にボーラーの石が、いやもうボーラーの角度が、この地味なんかハイスピードが入ってるんだね、回転もちょっと早い。一生殺してる。はい、ヒットゲームですね。それでダメージ稼いで、またヒットロンして。はい。さあ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 、まあなんかクローンできるところがやっぱいっぱいあるやつだね。キョスケスケバラでクローンするのもよしだし、キョスケスケドラでクローンするのもよしだし、キョスケムートでクローンするのもよしだし、そこでクローンすると見せかけて、ね、逆サイのスケバラにクローンなのか、逆サイのムートスケドラにクローンなのかみたいな、こう、やっぱクローンってね、パターンが無限なんですよね。だから、キョスケスケバレ、何それこそムート組んでクローンしなきゃいけないとかいう、そういう決まりもないので、そこをね、ちょっと、変な固定概念に締められないと強い気がする、クローンは。毎回、あ、これクローン打って取んねえじゃんじゃなくて、クローンそれは打つべきなのかどうかっていうところからね、まず。あとは右サイド固めるのか、両サイド攻めるのかみたいなね、といった無限ですから。あー、シエンテラフやん。まあ、形組めば良さそうなんですけど、ファイボか、ファイボタルか。これでやらなったらさすがに泣くけど、ないでしょって思いながら。ザッピー、新鋭隊か。まあ、スケドラちょっと強そう。スケバレ事故起きそうだけどな、普通に。さあ、まあ、あのホバがね、厄介です。あ、いい？ちょ、待って、おかしくない？大手目か？明らかに対空が多い気がします。対空？呪文が。タルババなかったか。どっから来たんだ、あのババ。ここでわかる。あー、え？なんかババもおらんかった、さっき。気のせいか。なんかババいた気がしたけど、まあ出てこないんで気のせいでしょう。やファイボ、いやでもタルババすげえありそうな顔してるっすよね。どうなんだろう。いやーいいねこのデファイボで、さあクローンしてこのスケバレをね届ける。タルがなければもうグッドゲーム、やっぱあるんですよ、ね、ババいたもん。見たもんどっかで。さあホバがその矢強いね。対応ね。いやこれ落下ダメでいいの俺は。落下ダメだけでいい。でしかもこの爆破でやれる、やれない、なんやで、しっかり置いとけば安泰ね。いやーいいタイミングで矢を打ってくるんだよ。まあ、一旦同じで良さそう。いやー残ってんの渋、残りすぎやね。さあしっかり抑えて確実にね、キングドムした。ここは一回キョスケのバカでいける気がするけど、ゴブガイ置いときたいね。ゴブガイないと怖いよね。うん、
これスケバレボーイとかでも良さそう。相手、あー、ダメージ追いつこうとしてるんですね。なるほどね。今ヤナメハム使ったよな。押し置きが必要だな。軽く、うん、強っ。さあ私はこれタイブレイクで追いつかれるのか。クイズ。追いつかれません。なぜならあなたのタワーがなくなるからです。走れ。ヤファイボタルってやばいよね、冷静に。あーい、さあヤファイタルはやばい。ヤファイタルにも勝てていく。いいじゃない、シントルークか。ゴルナイがいない方でよかったね。さあさっきからねクローンもいいんですけど、ゴム小屋が結構いい味出してる気がする。やりゴムがなんかさはみ出るからさ、結構両サイドの竹取ってくれるよね。溢れてやりゴブがいるところにやりゴブ出てきて、それがずれてずれてずれてずれまくって両サイドの竹を取ってくれる。偉い。さあタルババフェニはまあこれ、お、あ、ジョスケボコボコにされるともったいないっす。いやボコボコにされる、あ、もったいない。いやワンチャン走らないか。これはトルネ絶対使ってくるんで、予想ここで事故らせます。はいはい、これで1000ダメージです。よし、まあ2回目はね通じない気がするけど、まあこれだけ稼げたら悪くないんじゃないでしょうか。いや少ねえか、エリポン。これ守れるか。まあ巨スケクローンしとけば攻撃全部ぶっ飛ぶプラン。はい、でさっきこれ延命できなかったんで次は延命したい。スケバレか悩んだけど、タルババ回らないんじゃない。トレーナーサイクル、お、これなんか事故りそうじゃない。あーでタルか、あでもコースがね、おい気をつけぶっ刺さる。いやこれなんだよね結局これなのよ、気持ちいいの。さああとは一旦守る。しかもこれ射程伸びたやりこぶがエリポンまでね、いいね、さすがコソドロって感じ。それで問題はこれを守れるのかっていう話なんですけど、まあわかんないよね。1個低めで高めドラゴン警戒ですね。まあキョスケクローンするしかないですよ俺は、ぶっちゃけ。キョスケクローンをしなかったら危ない。いや押しすぎ押しすぎ押しすぎ。マジで言おうかな、絶対いらん。取るねに見えたけど結局、よしよしよかった。危ね、キョスケクローン爆弾2個なんだね、うん、昔のダメージ最強キョスケになれるんで、もう1枚ぐらい来たら、てかもうここでクローンしちゃう、はい、でトルネで全部持ってきてあげて強制爆破。あーあーああこれ守りつねえわゴリにめっちゃ強そうこのデッキ。さあいいね、キョスケクローンいいな、マジロマンの塊。最近いなかったしねクローン。当たり前に今季はゴレクロ環境ですみたいな、ラバクロが強いですみたいなあったけど、ここ半年ぐらいは変にクローンが流行ってない。さあ、あーこれマイティだったらねだいぶ渋いですけど、多分マイティです。あ違う、マイティじゃないの。これ幸せっすね、いる可能性もあるけど。あーいや小物いっぱいデッキですね。あーなんで取るね、俺めっちゃ重要っすね。多分スケブとかそういうのがいっぱい入ってると思うんで、
ここいきなりスケブに攻めとるね、かますぐらい。やめとこう。コウモリか。ちょっと特殊。アーチャーね。呪文がファイボだけの可能性もあるっすね、相手が。そしたら俺のスケバルもちょっと刺さりやすい。小物いっぱい迫撃ディガーかな。残れ。これさ、あー、なるほどね。今回の相手ね、リーガーはあんのかな、わかんないけど、まあ、自分がファイブだけというのは分かったんで、ちょっと悪くないですね。ってことはスケバレの木がきついですね、お相手は。俺これ一生守って小屋デッキになって戦えば今から勝てます。まあ、負け筋は俺もあの相手の小物きついんでそこにダメージやれる。あとディガー削りやったね。まあまあ、さあできるだけダメージ抑えて、こういうのもファイブ使わしてね。はいはいはい、いやー、いいんですよ、いいんですよ、全然いいんですよ。いやー、あ、でもダメージ勝ってんだ。ムートに行きそうだな。やべ、ムートが地味な試合入ります。いやー、このファイブ強い。ファイブ使ったな。え、これさ、サービスタイム来ちゃったね、マジで。クローンしていけ。あー、えぐ、はみ出るはみ出るはみ出る。マジ一発やん、一発すぎるやろ。美味しいな急に。もうスケバレ一生飛ばします。お、なんかめっちゃありそう。お、これめっちゃ事故ってるくね。いけ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 。でスケブ読みくるんだ。やべ、なあなんでなんでかわかんないけど勝てますよ、このデッキはね。そういうデッキです。さあ来た。おー、なんかよく見る、よく見る人だな。ゴレか、わかんねえ。よくは見る。6か2、まさかの。さあ、もうキングギドできたんで、もう幸せです。あ、でも、プリンセスとか俺、処理がねえっすね。よく見たらカード。よいしょ。ウッドがないんで、そこに関してはちょっとつらい。で、相手は多分ゴブリンなんで、マイティ型の大砲かな。となると、今からでも全然負けられる。負けられるが負けたくはない。
さあ適当に押さえて、大砲マイティね、クリーンよね。あ違う、ナイトだ、まさかのナイト型。っていうことはインフェとかなのかな、施設が。あーナイトゴブインフェだった。となるとですよね、まあ、クローンでかますしかないか、ゴブ小屋のダメージで逃げ切る、逃げ切れるかな、逃げ切りたい。キングギルできたのは本当でかいですね。あとスケドラもちょっと強いな。まあゴブリンか。おっ、うわ事故ってる。いやでかっ。いやもう強っクローン撃ってねえし、まだ。さあなんとかね、もうついていくの精一杯ですよね、相手回転早いんで。あでもこれは熱い、インフェ使わなきゃ、スケバレが入る。よし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 、スケバレの落下でね。あとゴブ小屋置いて、マジ苦しいっすね。でもいつか爆発しそう、相手のプリンセスが溜まって。おや？おや？うん、あと2分間耐えます。俺の攻め絶対通んねえわ。いや、ケツスケバレか。あ、これずれてる。さあ、こっちにゴブリン。さあ、ちょっとね、いろいろ事故狙って、本命は右なんでね、左はね、ブラフです。左にコストを使わせてる間に、これ右のエリゴブリンを一体でも刺したいんですけどね、全然刺さんないんだよね。あえでもめっちゃ防衛してる。え、荷物来た。荷物来た。受けていきます。荷物。これで。荷物。はい、荷物受け取った。